はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。積立 NISA でお勧めしていた3銘柄の実績ってどうなった?という方にお話していきます。この質問はよくもらうので気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では運用開始から3年経っての実績をまとめたので振り返りとして見ていきます。投資初心者の方向けに分かりやすくお話していきますので、この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。では、このパートで積み立て NISA でおすすめの3銘柄、3年間の運用結果を公開という話をしていきますが、先にこの動画の内容をお伝えします。この動画は以前挙げた積み立て NISA のおすすめ3銘柄についての続編です。僕も推奨していた3銘柄にて運用を続けており、3年間の運用結果は、全世界株式がプラス 16.69%、8産均等型がプラス 5.98%、債券重点型がプラス 0.45% となりました。結論は、この3銘柄で投資に大事なリスク、値動きの幅を学べるので、初心者へのおすすめ銘柄として変わりません。新NISAで始めるにあたっても考え方は同じ。この内容をもとに、積み立て NISA のおすすめ3銘柄の運用実績を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。まずは、積み立て NISA でおすすめした3銘柄をおさらいすると、1、eMAXIS Slim 米国株式 S&P500、もしくは eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリー、2、eMAXIS Slim バランス8資産均等型。3、三井住友 DC 年金バランス30債券重点型。ここではとりあえず株式が多いとハイリスクハイリターン、債券が多いとローリスクローリターンの傾向があると思ってください。実際に運用した上で各銘柄のリスクがだいたい分かったら自分でアレンジして OK です。例えば 1 の米国株式や全世界株式の投資信託の割合を多めにするのもいいでしょう。では、各銘柄をさっと振り返っておきます。まずは、eMAXIS Slim 米国株式 S&P500。攻めの大本命で、米国株式 100% で構成。米国を代表する株価指数、S&P500 に連動するため、これ一つでアメリカを代表する企業500社に投資できます。年間の手数料となる信託報酬も年 0.0968% と破格の安さで人気も高いです。もし米国のみが怖ければ全世界株式でも OK です。eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリーも大変人気なので検討するといいでしょう。ただし、それでも、全世界株式の中身は現状、60% 以上、米国に偏っていますが、なんでかというと、この構成は、各国の株式市場の規模で、割合がその都度決まるからです。時価総額加重平均という方法で、この割合は算出されていますが、要するにそれだけ、世界的に見ても、米国株式の規模が大きくなっていると思ってください。次に 2、eMAXIS Slim バランス8資産均等型。バランスファンドの中で8資産均等型は特に人気が高く、国内先進国、新興国の株式や債券、またリート、不動産投資信託などに分散投資ができます。この8つの資産の配分は適宜自動調整されるリバランス機能も魅力的です。先ほどの株式 100% の投資信託と比べて、リターンがどうなるかを見ていくといいでしょう。最後に 3、三井住友 DC 年金バランス30、債券重点型。国内債券だけで 55% と手堅い運用が期待できます。外国債だと基本的に為替リスクが発生して、その分値動きが大きくなってしまう可能性もあるので、また、運用実績が豊富なのも魅力なので、ローリスクな銘柄としてこれを選んで、先ほどの株式 100% や8資産均等型と比べて、値動きが安定するかに注目しましょう。では、これら3銘柄を2020年の初めから月3000円の積み立てでスタートしました。各銘柄毎月1000円ずつの積み立てです。個人的には、投資初心者の方はいきなり大きな金額でやらず、月数千円程度からコツコツやるのがいいと思います。投資額を減らすはそれだけ金額的な値動きの幅も抑えることができるので、僕は米国株式の eMAXIS Slim 米国株式 S&P500 はすでに積み立てしていたので、今回は全世界株式を選びました。また、積立 NISA 口座は40万円の枠をすべて使う設定にしていたので、特定口座にて運用しています。はい、こちらがまず最初の1年目、2020年の運用実績です。この時はすぐにコロナショックがあったので、ここの赤背景のところが大きなマイナスになっていますが、これはまた後ほど詳しく見ていきます。次に2年目、2021年の運用実績。この年は株式相場がかなり好調だったので、今回の運用において最高の含み益となるリターンも出ていました。そして最後に3年目、2021年の運用実績。この年は株式相場が下落したものの、円安によって全世界株式などは大きく恩恵を受けました。で、最終的な運用結果は、全世界株式がプラス 16.69%、813均等型がプラス 5.98%、債券重点型がプラス 0.45% になりました。そうしたら先に eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリーの基準価格の推移だけ見ておきましょう。今回の3年間はそれぞれ面白い値動きとなっていて、2020年はコロナショックで一時大きく下落したものの、2021年にかけては大きく上昇、そして2022年は上下に動きながら推移したので、運用実績にも反映されています。では、先ほどの赤枠で注目した月を順番に見ていきます。はい、まずは運用1年目で注目したい月ですが、2020年の初めから運用を始めたので、すぐ2月3月頃のコロナショックが起こったんですが、やはり全世界株式はマイナス 16% と大きく下落しました。一方の債券重点型はマイナス 4% と下落幅が小さかったことがわかります。このように株式は上がるときは大きく上がるが、下がるときも同じで大きく下がる。つまりそれだけ高リスク、値動きの幅が大きいと言えます。一方で債券を保有していると、やはり値動きが落ち着いているので、下落相場でこそ債券重点型のリスクの小ささと安定感がわかるでしょう。ちなみにその後の運用ではだいぶプラスに戻っていますが、これはコロナショック後の金融緩和によってすぐに相場が回復した要因があります。次に運用の2年目で注目したい月はというと、2021年は株式相場が好調で、中でも22ヶ月目となる2021年11月は、今回の運用結果の全世界株式においてプラス 33% と最高の含み益になりました。この時期だと、813均等型もプラス 16%、債券重点型もプラス 7%、リスク別にそれなりの含み益が出ていることがわかります。今回は各銘柄ごとに毎月1000円の積み立て投資を行っていますが、下落時に安く買えた分、上昇時のリターンにつながっているとも言えるでしょう。最後に運用3年目で注目したい月ですが、ここでは2022年の3月から4月あたりとなる26、27ヶ月目を見てみましょう。この時は株式相場が下落傾向だったので、26ヶ月目では全世界株式は大きく下がっていますが、その後は為替相場が大幅に円安に傾いたことで、全世界株式などは大幅に上昇しています。過去のドル円のチャートも振り返ってみると、2021年頃は1ドル110円台で推移していたんですが、2022年に入ってからは大きく円安に進み、一時150円台になりました。これによって全世界株式や米国株式は為替差益の恩恵を大きく受けられたんですが、ただしこれは怖い一面もあり、もし今回の運用において株価の下落と円高が同時に来たら、全世界株式はそれだけ大きく下がる要因になってしまうので、今後大幅な円高に傾いた際は、それだけ全世界株式は為替差損が発生することも覚えておきましょう。債券重点型は先ほど見た通り、国内債券が半分を占めているので、為替による値動きも限定的かと思います。では3年間の最終的な運用結果を見てみますが、2022年の終わりは為替相場がやや落ち着いてきたこともあって、全世界株式はプラス 16.69%、813均等型はプラス 5.98%、債券重点型はプラス 0.45% になりました。で、ここが大事なんですが、これら3銘柄を持つ目的は、リスク別の銘柄をそれぞれ運用することで、初心者にとって分かりづらいリスク、値動きの違いをイメージでき、今回の運用でも確かに値動きに差が出ました。なので、この運用結果をもとに、初心者の方は自分なりに銘柄のアレンジをしていきましょう。例えば若い方である程度リスクを取っていけるなら、長期運用でのリターンが期待できる株式を多めに、あるいはミドルリスクを取りたければ813均等型、もしくはシニア層で安定して運用をしたいなら債券重点型を選びましょう。このどれくらいのリスクを取れるかをリスク許容度と言いますが、自分のリスク許容度を知ることは投資を続ける上で非常に大事なので、ぜひこの考えを忘れないでください。では最後に、この動画を見て投資についてもっと学びたいと思った方へ、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生を参考にしてください。読みやすさを追求すべく、全編フルカラーで楽しい漫画もついており、また今回お話しした投資におけるリスクの詳しい説明や、米国株を過去何年運用すると必ずプラスになったデータをオリジナルのイラストで解説していますので、投資でまだ不安があるという人は、ぜひ資産形成1年生を読んでみてください。本のリンクは概要欄に載せておきます。はい、では今日のまとめです。積み立て NISA のおすすめ3銘柄における2020年から2022年の3年間の運用結果は、全世界株式がプラス 16.69%、813均等型がプラス 5.98%、債券重点型がプラス 0.45% となった。結論は、この3銘柄で投資に大事なリスク、値動きの幅を学べるので、初心者へのおすすめ銘柄として今後も推奨、新NISAで始めるにあたっても考え方は同じ。リスクのイメージが湧いたら自分なりにアレンジしていこう。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。